タ太郎の語らんねは、テレビ熊本で平日昼前に放送されている、情報性ワイド番組で、タ太郎の冠番組である。放送時間は、月曜日引く金曜日9時50分、10時50分。2013年4月1日放送開始。熊本のワクワクする情報と人々の触れ合いを、ゆたっと見て、配慮、はい、をテーマに、熊本のあらゆる話題や情報を視聴者に提供している。 番組開始直前の2013年3月まで、同局で放送されていた夕方ワイド番組、特スーパーニュースピュアピュアの第一部を本番組が引き継ぐ形ともなっている。番組名の、語らんねとは、熊本弁で、仲間に加わりませんかという意味を持つ、語ると、一緒に話しませんかという意味を持つ、語るという二つの言葉を掛け合わせた、ダブルミーニングである。年末には、 大忘年会スペシャルとして放送時間を30分を延長して11時20分まで放送しているほか、正月には熊本県内の企業がクイズで争う栄太郎の語らんね新春笑い始めスペシャルを放送している。また、2013年4月1日の番組開始以来、現在まで同時間帯平均視聴率トップを独走しており、 同時間帯番組独占率も約40%と群を抜いている。日によっては平均視聴率が13%台になることもあり、これは全国で同時間帯に各地で放送されているローカル番組などと比べても非常に異例の高視聴率となっている。番組に寄せられるはがきは1週間で約1000通、ファックスメールは一日で約百通、祝日などには多い時で、 約1000通に届く勢いで、平日でも約500通以上の日があるなど今では、熊本の朝の大人気番組となっている。インは、テレビ、熊本アナウンサー。月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、熊本と語らんね、コーナーの様子須藤は月1回、木曜劇場再現 VTR の未出演、福永は弁護士として、コメンテーター出演金曜日。ありがとうございます。